はい、皆さんこんばんは、和道です。2018年3月の31日、23時5分です。お疲れ様です。こんばんは、楽しんでいってください。アイテムありがとう。リオさんパフェありがとう。くれない、いやひどかったね、声出なかったね。ちょっと自分の中では全然声出なかったわ、ひどかったわ。ケンボーいらっしゃい。面白かったね、歌うま選手権。滑るかなってみんなで言ってたんだけど、閲覧1500ぐらいじゃねえとか言って言ってたらね、すごいね、3000人だもんね、ピーク。あー、どうもどうも。マラちゃんさんいらっしゃい。二次会ね、うん、断った、酔っ払ってたから。荷物重たかったから帰ってきたね、うん、ただいまです。二次会盛り上がってんじゃないかな今日。結構、いやー楽しかったわ。すごいいい企画だったね。蓋開けてみたら魂のある声だった。多分ね、他の配信者より声が通ってたんでしょう。他の配信者声が埋もれてて、俺まだタイムシフト見てないから何とも言えないんだけど、多分ね、一番聞き取りやすかったと思うんだよ。あ、どうもどうも、猫八さん。もしよかったらフォローしてってください。俺ね、異常に声量が大きいんですよ。声がめちゃめちゃでかいの。そう、カラオケとかだとね、耳が痛くなるぐらいでかかったから。そうそうそう、いやあれが普通なんだよ。みんなね、バックミュージックっつうか、ほら俺バンドやってたから、PA とバンドやってたから、どれくらいの声でやったらいいかとか、プロの声量とか聞いてるから。そう、カラオケ、いや誰が一番うまかったんだろうね。俺シュマジローのあれが好きだったけどな、敗退した曲とかすげえ好きだったけど、結果は沼田さんが1位だったんだよね。うん、でも1回戦でテルと当たったらもうね、1回戦無理でしょあんなの。ちょっとネタに走ったけど、もし次出るんだったら普通の歌で勝負してみたいかな。ドラムの人も暇そうだったから紅は燃えた。紅はね、うん、てかドラムの人めちゃめちゃうまかったな。楽器隊の人、あれだよ、楽譜も見てないんだよ。音で聞いてその場でみんな弾いてるんだよ、無茶ぶり。すごくない？俺リハーサルの時レッドホットチリペッパーズとか歌ったんだけど、全部合わせてたよ生で。いや楽譜も見てないんだよみんな。カラオケ普通に入れたら普通に聴きながら全部叩いてるんだよ、うん、いきなり俺はテルと当たったね。一応ね録画はしてきたんだけど、音どうなんだろう、ちょっと聞いてみようか。音どうだったんだろうな、どうだったんだろう、ちょっと聞いてみようかな。あれ、これテストか。音きれいに撮れたかな、ちょっときれいに多分撮れてないんだと思うんだけど、どうだったかな、聞いてみようか。ちょっと、あ、ダメだね、割れてるね。ダメだ、音割れてるわ、使えないわこの映像。しょうがないね。音取るの難しいんだよ、ああいう爆音のところで。バックアップ取るの無理だったね。はい、どうも、ワドツー。コメントがどんな感じだったか気になるよね。合わせられるもんっていうか、もう曲が頭の中に入ってるっていうか、もうなんつうの、だからすごいんだよ、人間カラオケボックスの状態。ありがとう、花火ありがとう、ありがとうございます。いや、紅にしようか、なんだっけな、愛を取り戻せにしようか。愛を取り戻せが良かったんだけど、なんかセブンさんが紅の方が受けいいんじゃんつって、紅良かったんだ、パフェありがとう。あ、コメント、ワードなかなか褒められてた、マジで。あ、そう、意外だね、全然出なかったけどね。何、放送の方はさ見れてたの、ちゃんと音。テルチャンピン、俺的にはもう腹筋痛かったね。カラオケと根本的に違うの、発声方法が。だからあそこってリバーブっていうのが聞こえないから、プロの発声法しないといけないんだよ。腹筋ねじ切れそうだったのよ。ちょっと聞いてみていい？くれない、和道のくれない、どんな感じだったんだろう、聞いてみよう。和道さんの立場これか。ちょっと映像キャプれないんだけど、
見てみようか、どんな感じだったのか。そうコメント欄見てみよう。そう音声だけのキャップになります。よかったんだ。山藤さんお願いします。低温でいくなら高温でいくかんな。時間かけて煮込むつか、あの普通にやってたら、あのあれですよ、普通にやってたらダメ、あのアクア出ますね。ちょっと絞るか。寄り目の詐欺師セゴロ2は相当気合い入ってるみたいです。歌ってもらうのは和道さんで X ジャパン。あ、こんな感じで聞こえてたんだ、すごいね。あの TJ さんの声聞いてたんだ。いや俺池、あのトム・ソーヤ池上さんがすげえ好きだったね。あーでも音通りいいね、ボーカル。声が一番あれな、声量が一番でかいんだろうね多分。コメント欄見えねえな、コメント走りすぎてて無理だわ。ドラムうまっ。お疲れ。普通に今度はガチでやってみたいな。ドラム良かったね。出ないね、間。バンドやってたのが生きたね。出ないね。やっぱ触れない無茶ぶりだよね。だってギターの人笑ってるもん。出てない出てない。出なかった。いや調子いい時は出るんだけどね、酒バンバン飲んでたから。あとカラオケだと出るんだけど、あの喉締められるからマイクが拾わないから音を。いや勇気いるよね。お客さんいるんだよバーって。ギターもベースも全部難しいよ、ボーカルも。あ、声は一番出てるんだ。出るか俺な、声量。そうそう、バンド向きなの。出てないね。こんなん無理だよ。お疲れ。ファイト歌いたかったね。今度バラードで行こう、次呼ばれたら。すげえなドラムの人。
無茶ぶりでよく叩くよね。無茶ぶりでよく、あれだよ、これ楽譜とか見てないんだよ。楽譜とか即興でやってんだよこの人たち全部。すごくないねえ。沼田さんはあの歌い手だもんだって、もともとあの音の場3位じゃなかったっけ。音の場3位てか俺トム・ソーヤ池上が最高に面白かったんだけど、あの人ずるいよな。トム・ソーヤ池上見たいんだけど。まあテルうまいよな。トム・ソーヤ池上見せて、どんな感じだったのかすげえ気になるんだよね。なんかさ、生で見ると全然違うんだよ放送って。だからその大型の企画とかね、あのどんな感じで映ったかめちゃめちゃ気になるんだよね。おにゃんこクラブ歌ったんだっけ、あれどうだったっけな。聞きました。はい、お来た。お願いします池上さん。他の人がどんな感じに聞こえてたのかしら。対戦相手ね、テルが上手いからね、普通に。テル普通に上手かったよ。あ、そうだな。もうお腹いっぱいだわ。いやこれは面白いね。いい企画だったんじゃないの。カラオケ、カラオケすごくいい企画だったよね、うん、池上なんかコメント欄ですげえ面白かったのは、トム・ソーヤ池上さん坊主になってたじゃん、なんかマキクロードに寄せてきたっていうコメントで俺爆笑したんだよね。あー、ラッドウィップス良かったね。あれ普通に俺好きだったから勝ったなと思ったんだけどね、ラッドウィップス。あれエモくてかっこよかったんだよ。生バンドあそこすごい、35万だって。貸し切りで35万。おお、すごいよねテル。35万だぜ一発の企画で。やばくない？あれはすごいよ。35万、さすが勝ち組だよね。一回の企画で35万ポンって出せないよなかなか。まあ便所さんの場合ほら採算合うようにさプロモーションしたけど、テルの場合ポケットマネーでさ読んで、飯もうまかったもん。飲み放題食い放題で5000円、六本木。俺カラオケって聞いてたから、カラオケボックスだと思ってたの。あれカラオケじゃねえだろ。全然そのイメージしてたのと違うんだけど、生バンドかよみたいな。第2回出たいな、機会があったら。ちょっとリベンジしたいわ。あのネタに走らなきゃよかったと思ってちょっと後悔してんだよね。ねえ、テルの企画の中でフットサル超えたね。いやあれはすごい良かったね。普通に面白かったよ。普通に生オケだねあれは。はい、解放こんばんは、お疲れ。いや楽しかったね。いや出てよかったわ。なんだかんだイメージと全然違った。正直出てよかったね。荒野の時はコメント見てた、超面白かった、志村志村って、うん、いいよね。なんかいいなこういうのね、バンバンやっていきたいな。荒野志村だったね。いや荒野はリハーサルの時にスメルズライクアティーンスピリット歌ってたんだけど、めちゃめちゃかっこよかったよ。荒野パンクスだったよ。荒野はていうか俺昨日さ朝までゲームにハマっちゃってさ、夜中の3時ぐらいにカレー作り終わったのかな。そっからねもうテルと朝8時までゲームやってたよ。いやセブンさんにくれないだって言われて、わかりましたっつってね、セブンさんにくれない池はどうって言われたらね、やるしかないでしょ、うん、いやぶっ込むしかねえなと思って、全員バラードで行くって分かってたから、あの置きに行くだろうなと思ったから攻めようと思って、ここは取りに行かないとと思ってさ、そうなんかこう激しい曲歌う人いないだろうなと思って。カレーはすごいよ、もう多分ね明日なくなると思う。
今日の朝でもう半分以上なくなってて、みんなカレーうまいカレーうまいっつってバクバク食ってたよ。パルが全部食うって言ってた。普通に大好評だったね、俺のカレー。長渕入れてないわ動き入れてないよ。セブンさんと仲直り、うん、そうだね、うん、セブンさんめっちゃ絡んでくれたよ。ちょいちょい話した、うん、行って あとサンドバッグ叩いてきたんだよ、テルの家で。見る？今一人だよ、うん、チャンいらっしゃい。サンドバッグテルの家で叩いてきたけど見る？サンドバッグ叩いてるの初めてじゃん、見せんの。見るかい？ちょっと待って、キャプれんのかな、キャプろうか。今キャプるから待ってて。サンドバッグ叩いてんの見せたことないもんね。よいしょ。こんな感じか。見える？叩いてきたよ。これテルの家見る？うん、見たい。軽くだけどね、もうすげえ気持ちいいね、家でガチャンガチャン言ってたけど今ちょっと狭いからね、あの後ろステップが踏めないんだけど、まあ普段練習こんな感じでやってる。これを15分間ぐらい、こんな感じでやってるね俺は。もうね、3分を 5分ぐらい。上手くなったでしょ、うんうん、だいぶ上手くなったよね、こう見ると、うん、で、これで一回チェックして、なんだっけな、スピードが乗ってないことに気づいて、ちょっとアップテンポでやってみようっていうのが次なんだけど、もう一個ある。あれ？こっちがスピードアップテンポの方かな。ちょっと待ってね。こっちがアップテンポの方だね。いくよ、うん、多分いいでしょ。これがピッチ上げてる方の、うん、回転がいい方。いいでしょ。いや、これ負けないと思うよ。これ多分ね、あ、直樹兄さんねきついと思うよ回転いいだろ、初めの一歩だろこれ。悪くないでしょ、うん、なかなかいいよねこれ。勝つね。あ、違う、これさっき見た方だが、もう一個あるのか。ちょっと待って、こっちもあるんだ。これが回転が悪い方だ。これが回転が悪い方、一発目に取ったやつだ。結構いいでしょ。セゴロ2はちょっと和道かませ犬じゃないよ、これ一発目だね。うん、悪くないよ、コンパクトだもんね。メガネを外すのを忘れてて、うん、サンドバッグが縦に上がってるの分かる、フックの、うん、いいパンツ打つと縦に上がるの。悪くないですよ、うん、ね、うん、第2回戦だね。すごいよね、テルの家、うん、悪くないでしょ。接近戦入ったら俺勝つと思うよ多分。
これ自分でも対戦したくないよ。仕上がってきたよな。あのね、これはね、あのデモンストレーションじゃなくて、あのね、筋トレなんだよ、簡単に言うと。だから回転上げた方が次の動画のやつ、さっき見たやつ。これは筋トレだから思い切り打ち込むだけなの。サンドバッグっていうのはテクニックを競うやつじゃなくて、ミットとかで競うのね。だから思いっきり叩くの。思いっきり。できる限り。で、ちょっと、でも、まあ言われるだろうなと思ったから回転数上げたのがこっちの方ね。こっちが回転数、コンビネーションのパターンを回転数上げた方がこれ。そう。こっちの方が早い。早いでしょ？あ、これは試合とかのスピードね。速いでしょ？速いでしょ？上がってきてる。アマチュアだけどまあまあ良くなってきたでしょ。頑張っちょりますよ。これ YouTube に上げとくから、うん、でも YouTube に上げなくていいから、直樹兄さんに研究されるだけだもんな、うん、ファイトスタイル見抜かれるからね。回転数上がってたでしょ。悪くないっすよ。いい感じでございます。そうだね、コンパクトで破壊力のあるパンチっていうのをだいぶ意識してるから。あれ、桜花火上がってる。あれ誰、あ、リオさんか。リオさんありがとう。俺言ったっけ。ありがとうね、和藤さん。お疲れ様でした。2人ありがとうございます。アイテムごめんなさい。どうもどうも、お疲れ様です。まあコンパクトに、なんつうんだろうな、うん、まあまあいい感じだよ。悪くないと思うよ。あの、避ける動きとフックの動きが連動してるから。こんなカウンター取れるわけないじゃん。ど素人が。あれは、あの、プロがやったらカウンター思いっきり取れるのよ。だから、あの、振りかぶった勢いでパンチ入るから俺が大ダメージ受けるんだけど、まあまあないと思うよ。あんだけ、あの、コンパクトで、ハードパンチで。直樹兄さん面食らうと思うよ。うん。ボクシングかっこいいよね。うん、だからハードパンチなのは分かったでしょ。なんか和道猫パンチ猫パンチって言われてるけど、その原田さんとか便所さんとかドレさんとか達彦にめちゃめちゃ褒められるの分かったでしょ。サンドバッグ見ると分かると思うよ。あんだけサンドバッグ揺れないもん、俺のタッパで。悪くない。まあ、あとは2ヶ月どれだけ仕上げるかだね、俺が。新しい、忙しい。そうだね。まあでも、企業案件が1件2件来ていて、でそれ以外はまあ予定今のところないから、まあ行けるだけジム行こうかなっていうのと、あとは走り込みだね。走り込み、とにかく走るっていう。ダッシュ決めてれば、まあ足腰強くなったから
体幹ぶれなくなったから、やっぱ走り込み重要だよね。スタミナ上げるのと足腰鍛えるって同時。そう、そしたらもう4分間だから、あれずっと打ってたら嫌じゃない？頭ブンブン振りながらこんなフックで回転してきたらぶっちゃけ無理でしょ。企業案件はね、2件来てて、 YouTube からじゃないよ、生放送で。 YouTube から来てない企業案件。企業案件って俺何回に、どれを企業案件っていうか分かんないけど、今回のは企業案件っぽい企業案件だね。普通にギャラもらって、あの交通宿泊費出してギャラ払ってってやるから。ちといらっしゃい。チェリー伊藤さん、バカありがとう、アイテムありがとう。頑張りますよ。ね、企業案件も取っていかないとね、どん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 有名にならないと。もう有名になることでしか恩返しできないからね、リスナーさんに。バンバン上行きますよ。バン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 行きますよ、私。みんなよろしくね、これからも。最近 YouTube がなんか再生数伸びてんだよな。なんでなんだろう。乃木編お疲れ。DQ11 はどう明日。え、なに DQ11 って、なになにそれ。え、なにそれ。え、全然知らないんだけど、なにそれ、なにそれ。 DQ11 って何、聞いたことないんだけど、なにそれ。なんかあんの。あ、ドラクエやってないんだよね。ドラクエ最後にやったのね、俺ね、なんだったかな、8かな、5、6が世代で、6が初めて俺自分で買ったやつで、で、6大好きで、8も良かったね。7はクソだったけど、借りてやったけど。はい、ワード2。11は名作らしいよね。あれは、なんか、超やりたいね。マイケル・ジャクソンに近づいてる。いや、どうだろうね。なんか、やっぱテルすげえなーと思って。やっぱ、テルの成功を見てると負けらんねえなーって思うよ。テルはすごい、本当に。だって出会った頃からさ、もうそれこそ売れる前から知ってるから、なんつうんだろう、遠いところどんどん先走ってるから負けらんねえなっていう気持ちあるよね、やっぱり。俺もこんなところでくすぶってないでどんどん上行きてえなって思うよ。別にそのテルのモノマネしようとかは思わないけど、やっぱり悔しいじゃん、男だから。好きなことで負けるっつうかさ、好きなことでやっぱ負けるのは嫌だから、やっぱ評価されるようになりたいね、もっと。なんかそれこそ本当になんかもう誰もが認めるぐらいの成功したいね。こんばんは、 N かさんか、 K なさん、なんて読むんだろう。
こんばんは。いらっしゃい。メガホンありがとう。アイテムありがとうね。楽しんでって。ねえ、テルはぶっ飛んだが成功してるから、俺も成功したいよ。なんかまだ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 どんどん極めたいな、この世界を。とことんやりたい。キーナさん、キーナさんね、はいはい。なんか読みづらいローマ字読めない。ありがとうバーガー、ありがとう。ワドちゃんなら大丈夫。うん、頑張るね。ありがとう。でも配信会もなんかどん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 テレビに出たりとかさ、有名になっていくからいい時代だなと思うよ。本当に頑張んないとね。え、いいよいいよ全然。俺がね、アホだからね、ローマ字読めないの。アホだから。捨て頃でとりあえず挽回だな。見返さないとね。捨て頃で挽回だわ。はい、ワドツー、ぬらりひょん、いらっしゃい。こんにちは。こんばんはか。でもね、何が勉強になったかって、企画の時花火なんで上がんないんだろうって悩んでたじゃん。テルの時上がってたんだよねだから俺の思い込みなんだと思って、企画イコール花火が上がらないではないっていうのに気がついて、そこは結構俺の中ででかかったかな。頑張ればなんとかなるんじゃねえみたいな、なんかその思い込みとか決めつけは良くないなって本当に思ったかな。思い込みとか決めつけをしないで、どん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 トライしていこうと思った、うん、上がるときは上がるし、上がんねえときは上がんねえし。いやでもテルはすごいわ。あいつはすげえ。何がすごいってさ、普通さ変わるじゃん。変わらないんだよね、出会った頃からテルって。まんまそのまんまでね、勝負してるっていうところがすげえかっこいいなと思って。普通なんかあれだけやり方変えたりプライド捨てたりするように考えるじゃん、普通の人は。全然そうじゃないんだよね。何にも変わってないんだよね、むしろ。あそこまで変わらないで、あそこまで突き抜けられる強さみたいなのはね、なんかかっこいいよ、すげはい、こんばんは。バーガーありがとう。ありがとう。いらっしゃい。
誰か長文、あーって長文書いてくんね。誰か長文先輩いない？長文先輩。あ、いいか。長文いらないかも。これでいいか。多分これでぴったしいけると思う。今日土曜日か。だから人少ないのか。土曜日か。みーさんお疲れ様です。どうも。疲れっす。どうもこんにちは。こんばんはかな。歌うま楽しかったよ。すごい綺麗な会場で、食べ物も美味しかったし、飲み放題だし、お客さんもたくさん来てたし、生演奏なのにびっくりするよね。生演奏だよ。35万だってレンタル費用。成功者かよっていうね。六本木で生演奏でカラオケ大会だよ。ちょっと前の配信者の企画じゃ考えられなかったよ。なんか配信会がさ、目まぐるしく変わっていて、最近の配信会は面白いよね。キャスバーができたりとかさ、なんかお金がかかった企画とか。35万だぜ。うん、すげえよな。だって六本木のさ、あんなお店全部貸し切るんだよ、ワンフロア。いや、たまげたよ。だってあのプロのミュージシャンでしょ、あれでお金稼いでるわけだから。だからドラム、ギター、ベースとか全員にギャランティーも払ってさ、スタッフが7人とか8人とかで料理作ったりね。えそりゃ30万とか取るわな。すごいよ、すごいよね。
お金かかってますよ。ね。すごいよね。あれはいい企画だったよね。カラオケ配信ダメかと思ってたんだけど、みんなダメだろうねっつったの。テル自身も、まあ1000超えたらええなみたいな感じだけど、まさかの3000人だぜ。でもね、一人だけ当ててた人がいたの。あの出演者の中で2000人超えるって言った人、たった一人だけいたの。それもすごい。3時間で35万。3時間店を貸し切りで35万。すごいよね。TJ さん。TJ さんは2000人絶対超えるって予言してた。すごいよね、読みが。この企画は行くよって。やっぱそこが読みがすごいのは、やっぱ配信のキャリアだろうね。俺らだって1500人ぐらい行ったらいいんじゃねえって言ってたもん。カラオケでしょみたいな。まさかあんなにね、面白くなるとは思わなかったよ。ヤミーの最後のオチとかも面白かったもんね。ヤミーすげえ面白かった。まあ面白かったよな。見てても面白かったよね、あんだけ豪華なメンツだと。ていうかなんかテルがロジクールのなんか高いカメラ使ってたんだけど、俺の知らないカメラがあったんだよね。なんだろうあれ、ロジクールカメラ、なんだったんだろう。なんかね、すごいね、いいカメラ使ってたんだよね。ねえ、リスナー参加型大事だよね。ただね、やっぱ過疎の子だと負けちゃうからね。あれ審査員いた方が良かったかもしれないね。アンケートで決まったのがさ、覆るとリスナーさんが怒るじゃん。じゃあなんでアンケート取ったんだよってなっちゃうから、仕組みとして審査員を用意するっていうのは次にね必要かもしれない。そしたらもう欠点ないでしょ、今の企画で。そんな感じしない？ねえ、やっぱりさすがに一回投票しちゃったらね、覆ったらね、なんでじゃあやだよってなるもんね。そこはね、仕組みとして整えられるから、まだまだ。あ、これだ、ブリオってやつがあるんだ、ロジクール。へえ、知らなかった。ウェブカメラ業務用ってあるんだね。これだ、ブリオってやつだ、ブリオ。 4K で撮れるんだ、すげえ。すげえな。それは照明いいはずだわ。いやいや、あれでよかった。あれでよかった。うん。音質はね、LINE 入力っていうのが方法としてはあるんだけど、あれは相当音良かったよ。ただ、PA、あのね、これ難しいんだよ、機材の話。あ、TC 職人さんありがとうございます。はい、僕的には喉の調子最悪だよ。まだ出るんですけど。あのね、箱のライブハウスの中では綺麗に聞こえてんの。歌ってる方も。だけど、カラオケの音を聞いて、普通の歌が普通じゃん。に、バックバンドの音を混ぜて、で、ホールで調整してるでしょ。それをウェブカメラで撮って、ここで拾ってるから悪くなるのよ。これを LINE 入力って言って、ミキサーで撮った音をパソコンにつなぐとかやらないといけないんだけど、
PA さんがパソコンの配信に関する知識がないから多分無理だと思う。あれが相当いい状態。やろうと思ったら音質は上げられるんだけど、音よくできるんだけど、あれはどちらかっていうと歌唱力の問題で、カラオケのうまさと実際のライブのうまさって違うの。あの声のデカさが半端じゃないって聞くでしょ、よくプロの歌手って。アカペラでもとんでもない声量で歌うのよ。だからあのコメント欄でさ、俺が歌った後に、俺が歌う前はさ、みんなさ声聞こえない声聞こえないって言ってるけど、カラオケだと聞こえる音量なのよあれ。だけどバックバンドが後ろにいる状態だから、あのドラムの音に負けないぐらいの声のデカさでみんな歌ってんの、プロのボーカルって。それが普通なのよ。だからあれがプロとアマチュアの歌唱力の差なの。だから声が小さい状態で声質よく歌ったりとかビブラート聞かせるの誰でもできんのよ、日本人だったら。でもプロってそれをはるかに凌駕する声量で歌うの。で俺はライブのバンドの経験があるから声が単純にでかいのよ。だからカラオケで歌うと耳キンキンするぐらいでかいの。だからあのマイクの設定が変わったんじゃなくて、マイクの設定一緒だったんだけど、俺とかテルが声でかかったってだけ、簡単に言ったら。じゃあベンジョさんが要は声が小さかったってこと、うん、初見さんいらっしゃい。あのね、カメラの問題ではない、むしろ画像はすごく良かったよ、うん、画像はすごく良かった。そこまで問題ではない。音質もまあ悪くなかったよ。歌唱力の問題は、簡単に言ったら歌唱力の問題、ただそれだけ。うん、そう、カラオケで歌うの全然違う。だから後ろ生のドラム聞いたことある人だったら耳がキーンってなるぐらいのデカさの、ギターベースドラムって。その真ん中で歌うから後ろから飛んでくるの音が。でマイクの方向こうやって歌ってるわけだから拾うじゃん、ドラムの音とか。それに負けないぐらいで歌うの。やっぱプロのアーティストがいかにすごいかって分かるよね、ああいう時に。格の差が出ますよ、格の差が。まあでもテルは普通に声聞こえたでしょ。あれだからね、普段カラオケで歌ってる腹筋が痛いぐらい、お腹押さえてたでしょ、くれない歌いながら。腹筋がねじ切れそうになってたんだよ、うん、発声練習しないとダメだよあれは。俺はね、あのバンドの経験があるから、あのどれくらいの音量で声やったら分かるっていうのが分かってたからできただけなの。だから声質自体はそんなによくないよ、もうほんとひどいっていう、高校生バンド以下だよ。バラードの方がドラムとかギターの音を抑える傾向にあるから、バラードの方が歌いやすいはず、聞きやすかったはず。あの紅とか逆にみんなバッカバカ叩くから、爆音で弾くから、そうバラードの方がああいう時はいい、歌物って言われていて、あの静かに叩く曲の方があの聞き取りやすかったはず。あれ歌唱力の問題じゃなくて、あの曲の問題なんだ。いや俺もびっくりしたよ、いきなりドラムセットあって、うわードラム飾ってあるって言ったらさ、テルが叩くんやでって言うからえーっと、ワドを叩くんやで、弾くんやで、生演奏っつって。でどんな曲も、え何って、これ電木入れたら叩いてくれんのって言って、レッチリ入れたの俺リハーサルで、普通に叩いてくれたかんね、すげえと思って。楽譜も何も見てないんだよ、アドリブで全部叩いてんだよあの人たち。いやなんかね送ってたんだけど俺が目通してなかったんだよね、うん、いや そこの問題じゃない、それはパソコンの機材の問題でしょ。
そこの問題じゃない。あのミッドさん、あの音響の PA の環境の方の問題と歌唱力の問題だから、サウンドボードとか、ステレオミキサーとかそういうことじゃないの。いやだからもう頭の中にコード進行とパターンが入ってるのよ。簡単に言うと、みんながカラオケ入れる曲を全部みんな覚えてんの。あそこの5人は4人か、ギタードラムベースの人はもうはいって言って、あこの曲ねって言って頭の中に入ってんだよ。化け物でしょ。洋楽入れてもやるんだよ。すごいよね。いやあれがプロでしょ。だスタジオミュージシャンとかそういうレベルなんだって。あこれねって言って弾けるっていう、もう音楽の理論が頭の中に入ってるから、すごいよね。プロだよね。だから俺らからすると無茶ぶりをされてる感じだよね。だから人間カラオケですよ本当に。すごいよ。はじめまして。何でも対応できるぐらいのバンドも集めてる。あのスタジオミュージシャンとか、要はプロミュージシャンのレベルはああいう人たちだよ本当に。技術があってどんなジャンルも叩けて即興で、要はあのスタジオミュージシャンって当日リハとかなのよ。あのメンバーが足りなくて来る人っているでしょ、レコーディングとか。そういう人って、あこういう雰囲気で叩いてくださいとか、こうって要望があったらそれを完全にこなさないといけないから、ああいうレベルの打ち合わせないよ。だから俺の紅も本人たち知らないんだよ。電目に入れて、あ紅ねだよ俺。だって出るまでどっちにしようか迷ってたし、メンバーに言ってないんだよ曲名。ね、何しようかなっつって、電目持った時に紅入れて初めて決まったの。あそこで画面で紅出てから即興叩いてんだよあの人たち。化け物でしょ。すごいよね。いやだから音楽で飯食うってそういうレベルなんだよ。いや本当にすごいと思うよ、うん、コメント欄が見れなかったのがちょっと残念だけどな。どんなリアクションだったのか見たかったんだよね。音楽やめたのは、俺はもともとあのなんていうのかな、音楽で飯が食いたいっていうのが夢だったのこれ本当に。で負け惜しみじゃなくて、プレイヤーとしては無理だってもう気づいてたの。下手だったから。本当にプレイヤーとして才能がないし、まあまあ売れねえだろうなっていうのは分かってて、俺は音楽業界で飯が食いたいって思ってて、でライブハウス19歳の時にライブハウスできて、で1年半ぐらいやってて、でプロアーティストとかも5組ぐらい出たので、オーナーと喧嘩して辞めたね。でその時に初めて自営業が面白いってなったの。要は音楽で飯食うっていう夢は達成できたけど、俺がハマったのが、あ店舗経営とかビジネスって面白いなっつってビジネスの方に行くようになった。花火すごかったね。いやだから企画イコール花火飛ばないじゃないっていうのが分かったよ俺は。あれで勉強になった。企画でもあの花火飛ぶところは飛ぶっていう。だから俺別に今でもね、ドラム叩いたりギターやったりしてるからね、別に音楽やめたっていうつもりはないんだけど、あーもうレベルが違う。あのうん、もうあのはっきり言って小学生以下なの俺のドラムって。要は素人の人、うん、下手うまいの何なのみたいな。なんか要は抑揚もないしね、なんて言えばいいんだろう、叩けるってだけ。うまいとかじゃないの、叩けるってだけで、やってる人からするとプッっていうレベルが本当に、うん、あはるさんどうもどうもお疲れっす。いや昨日ね、いやねえ、いや話していいのかな、ハルさん。話していいの、話していいんだったら話すけど、うん、これはねうまいとかいうあれじゃない、下手。まあなんかやってたんだねみたいな。いいの
いや昨日さ川越でテルの川越じゃない川口か西川口に駅着いてテルのタクシー待ってたら和道さんって声かけてもらってえーって思ったら春さんが春ですって言ってそうそうそう声かけてくれてそうそうなんだよびっくりしたよえこの辺に住んでんのっつっていや違いますなんて言ってたまたまですなんて言ってそうびっくりしたよ、うん、いやねあのうまいとか下手ってね違うんだよななんて言えばいいんだろういやあのいや本当にねあのうん下手なもん下手なんだよあ美人な人だったようんねうんはいこんばんはあつこさんいらっしゃいしいよ。はい、ワドツ。声かけるの？おいや別に声全然普通にかけていい。普通だったでしょ。なんかよく言われるのがあの全然変わんないって言われるよ。あのキャラクターっていうか普通いつも見てるまんまだったでしょ。あワドだって感じ。いつもの。和道ですよ。変わらん変わらん。はい、八作星人さん和道2、アイテムありがとう。優しかった。普段枠でも普通なつもりなんだけどね。うん。はい、和道2って挨拶だね。うん。みんな俺の枠来るときみんな和道2って言うの。いつの間にかもう何年も風習になってるからなんか勝手に最近ねでも新しいリスナーさんが終わる時もワドツって言うからあの来た時だけワドツってみんな言うのはあれなんだけどお約束なんだよ誰が言い始めたんだろうこれなんか勝手に浸透したんだよね俺が言い始めたんじゃないんだよねなんだよワドツって言ってたんだよはい、ワドツ。マウイワウイさんいらっしゃい。はい、トモさんいらっしゃい。そうだよ。もともと、ワクトリお疲れ様ですって言って、ワコツワコツってニコ生民って初めに言うの。こんにちはとかいう意味合いで、ワクトリお疲れ様ですって、放送のこと枠って言うから彼らは。一枠、二枠とか聞くでしょ。ワコツって、ワクトリお疲れ様ですって。その和骨をもじって和道お疲れっていう意味で和道2になったんだって誰かが言い始めたそしたらなんか定着しちゃったんだよねもうなんか 2,3 年ずっと言われてるよもう俺も言うのに抵抗なくなったよ普通に和道2って言われたら和道2ってそうそうありがとうございました先月マンスリーランキングチェックしようかマンスリーランキングが、64位でした皆さんありがとうございます今月のマンスリーランキング3月のマンスリーランキングは、64位でした。ありがとうございます。
ありがとう。風船ありがとう、はるちゃん。ありがとうございます。1月の100位からね、だいぶ上がってきたね。ありがとうございます。1位、よっさん。違うでしょ、アイラでしょ、アイラじゃん。余裕でアイラじゃん。アイラ強えな、ありがとうございます。クロート好みです。キャーキャーはされないけど、淡々と淡々と喋りますよ僕は。アイラ100万当たったのかな、どうなんだろうね。64人以上の配信で、いや配信で食えてるレベルっていくらや。マウイさんの食えてるって20万以上、20万以上だったら150人全員だよ、はっきり言うけど。64位はそこそこもらってますよ。リアルで会えますか、企画の時とかイベントの時だったら会えますよ、りょうじさん。例えば今日5000円払ったら六本木で、あとはまあ企業案件とかかな、オフ会とかイベントの時は会えますよ。あ、いや、アイラのリスナーさんがアイテム爆投げするからって理由でしょ、それ以外理由ないでしょ。運営さんにひいきとかないよ、うん、ないないない。そこそこはいくらになるってどういうこと、そこそこってなんですか、何がそこそこなの。何の話、大阪はね今度行くね。4月の5日に企業案件が決まっていて、どこ行くっつったっけ、どこっつった、岡山だっけ、岡山だかどっかに行くんですよ。で岡山に行って大阪名古屋って寄って帰るんで、大阪リアドツ町でやろうかな。4月の5日に行って、567だっけな、7日か土曜日かどっかには大阪いると思いますよ、多分大阪。ステッカー買ってください、ぜひ。アイラ当たったの、まあまあ確率的にアイラだろうね。大阪配信は初めてに近いかな、2回目なんだけど、まあ、かなりレアなんで関西の方行くの。関西リスナーさんぜひ会いに来てください。はいはい、けいちゃんいらっしゃい、お久しぶり。ありがとう。けいちゃん花火ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。
美顔器じゃない、あのね、あのあれあれ、運営さんとメールしてた、あのね、あのセキュリティが上がって、携帯電話を登録してないとお金を交換できなくなったの、最近。ふわっち、あの乗っ取り事件とか多発してたでしょ。だからセキュリティが上がったんですよ、簡単に言うと。で、俺携帯電話持ってないから簡単に言うと来月の給料どうしたらいいんだろうってなってるの。簡単に言うと1ヶ月分3ヶ月分のポイントが溜まってるんだよ俺意外とそういうとこしっかりしてる。給料制なのね、実は。あの3月のお給もらったポイント4月に頭にもらうようにしてて、で今月からあれどうしようと思って今運営さんとメールしてな、どうしたらいいっすかみたいな携帯電話持ってないっすみたいな、そんな大人の事情っすね。そんな感じです。そうそうそう、今時携帯電話持ってねえってどういうことだよな。別に携帯電話なくてもだって生活できるんだもん。いらない、非常にいらない。 iPhone は空、要は中の SIM が抜いてある状態の、番号自体持ってないんですよ。酔っ払ってたけど酔い冷めたな。結構4杯5杯ぐらい飲んだんだけどな。楽しかったな。あれだよ、今日カラオケのイベントの時、あのバーだから、あそこあのカラオケバーなの、だからもうカウンターでガンガン飲んでた、裏で。だから喉出なかったのよ、声簡単に言ったら酒に飲まれてた紅歌った時か、だからフラフラしてたでしょ、俺酔っ払ってた。やっぱね、歌う時は酔っ払わないとね。俺ライブやるときは酒飲んでたから、基本でしょ、バンドマンは酒飲んでステージに上がらないとね。合法ドラッグだから。えのちさんもなんかやるの？バンドとかやるんですか？
身分確認できる公的なものって携帯電話番号が一番便利なのかもしれない。でも公共的に国がやっぱマイナンバーカードとかさ、ソニーのフェリカがあるわけじゃん、日本には。だからなんだろう、電子身分証みたいなの作ればいいのにね。そしたら税金とかもさ、もう銀行で自動引き落としとかさ、全部連携してやった方がさ、不正がなくなると思うんだよ。なんでこんなさ、一個一個バラバラのシステムでやってんだろうね。確定申告とかめんどくさいじゃん。そんなビッグデータでさ、一元管理すりゃいいんだよ。まあ、あ、申告は必要か。税金の、その、なんだろう、どこを経費でどれがどうでっていうのはあれだもんな。それはちょっと無理があるか。いびきすごかった。マジで。姉ちゃんはどつ。マジで。大丈夫、うん、あ、そう。年齢的にまあそういう年齢なのかな、うん、確定申告ね、俺ね、あれなんだっけ、やってないんだよ。なんだっけ、あのマイナンバーカードを紛失しちゃって。 K さんありがとう、これからもよろしくね、うん、あ、バンド2つやってるんだ、へえ。あ、お疲れ様です、お疲れ様です。ニョニョさんいらっしゃい、ワドツおかえり。いや、してないんだよね。だから、なんか税金高くなるんだよね。いや、やろうとは思ってんのよ。だからマイナンバーの再発行からやんないと。友達がいないんだ。俺もいないよ。風船ありがとう、ニョニョさん。ありがとうね。ありがとうございます。携帯番号、ほら、あれがあるんだよ。携帯番号に、こう、な、Google とかがあるじゃん。あの、携帯番号にさ、番号が送られてきて、そのパスワードを二重ロックみたいなのあるじゃん。マイナンバーなんて住民票でいいやん。いや、なんか今年からマイナンバーが必要とか聞いてて、で現地に行ってマイナンバーないっつったら、あ、じゃあマイナンバー取ってきてくださいって言われて、だから再発行しないとと思って。そうそうそう、SNS。ショートメールね。SMS じゃない、うん、いや、税金は払うよ。あの、確定申告しなかったら追徴課税で、あの、重くなるだけだから。プリペイド携帯持ってたんだけど解約しちゃったからまた新規で金かかるんだよな。マイナンバーは、あ、それじゃダメなんだって。俺、正式なやつをマイナンバー持ってない。うん、それじゃダメらしい、うん、いないよ、のんちゃん。あ、ごめん、いやいや、読んじゃった。てか、のんちゃん別にいやいやじゃなくていいよ、うん、来てない来てない、うん、ごめんごめん、あの、いやいやコメント読んじゃった。解放は普通に帰ったよ。普通にコメント書きなのんちゃんっていうか、あ、言ってえな、これふわっちの対応。いや、ふわっちはだから、その携帯電話持ってない間は、あの、平日の会社が空いてる時間に、あの、ご連絡くださいって言われた。あの、なんとかするんでって。ただ、携帯電話は契約してく、いただけませんかってお願いされたね。のんちゃん後ろにいないよ。うん、いないいない。いるときいるって言うじゃん、俺、普通に。いないよ。まあまあ、そりゃそうでしょ。稼いだ額だから。ふわっちは、だから神対応だよ。俺、悪い対応されたこと、ふわっち一回もないよ。
たまに聞くけど、なんか他の配信者からなんかひどいことをちょっとどうなのみたいなこと言われたっていうのは聞くけど、俺はふわっちの運営さんに悪い対応されたこと一回もない。いや、のんちゃんだからそれ俺にだけ言われても困るから、のんちゃんそれ普通に書いてよ。俺さ、あの嫌よコメントってことは俺にしか伝わんないの、つまり俺に言ってるってことなのよそれ。言うんだったら公で書けばいいじゃん、別にやましいことなんか何にもないんだから。ストレス溜まるって。シークレットコメントでね、そんなこと言われても俺どうしたらいいか分かんないもん。関慎吾はずっとふわっちの悪口言って去っていった。あの人は金稼げれば何でもいいんでしょ。2回戦はいやないと思ってた。もうテルってテルと荒野と俺だったから、ああもう無理だなって分かってたから、本当は紅は2回戦で歌えたらいいなと思って1回戦突破を目標にしてたのね。まあ本当はね、愛を取り戻せが歌いたかったの。キーがちょっと低いんだよ、あの愛を取り戻せの方が。 You are shock ってやつあるじゃん、それのオクターブ上なんだけど歌いやすいのね。あれくれない難しかったっていうかキーが出なかったね。まあ都市が異常に高いからね、くれないは。まあそれは出ないわな。だいたいね1時間ぐらい喉温めないと出ないね。そうそう、北斗の拳のやつ、そうあれを1回戦で本当は歌いたかったんだけど、くれないの方が分かりやすいんじゃない、セブンさんにアドバイスもらってね。あ、そっかと思って、まあなんかくれないの方がウケんじゃないみたいな、くれないにしようって言って、ああ分かりましたっつって。俺はトム・ソーヤ池上のおにゃんこクラブは優勝候補だと思ってたんだけどね。あんな面白すぎるだろう。あれ優勝だろう、トム・ソーヤ池上。ずるいよね。クリスタル・キング。いやーすごいよね。でもね、もう浅井さんはあの配信引退したの、もう私がいるべき世界じゃなかったって、もう関わらないって言ってた。もう配信には映らないよ。この前会って話したの、浅井さん逸材だったのにね。まあまあ、うん、らしいよね、浅井さんらしいよ、うん、だから空き缶に戻ったよ浅井さんは、うん、まあ確かに浅井さんは配信にいるべき人じゃなかったよな。まあ俺が巻き込んじゃったんだけど、うん、まあああいう人がいるっていうのは忘れちゃいけないと思うんだよね。あ、もう去ったよ、半年ぐらいやってないよ。で多分もう俺の家にも来なくなったから、もうやらないでしょ、気が変わるまで。でもまあ俺もね結構賛成なんだよね、浅井さんがその配信そのダメだっていうのは。もうリスナーがポンプして囲い込んで人間関係崩れてたから。浅井さん分かんないじゃん、全部真に受けるから、配信のノリとか。だからネットの世界にいるような人じゃない、あの人は。こういう俗っぽい世界にいたらダメだよ。
いや、浅井さんとは連絡取ってないと思うよ、石野は。石野もさっぱりした性格だし、あいつは自分から誰かに連絡取るっていうことを見たことがないね。受ける方だね、俺と同じタイプ。自分からプレゼンテーションとか人と関わろうとすることは一切ない、石野は。向こうから来るものから選ぶっていうタイプだから。多分石野は俺よりそうじゃん。俺は人に関心あったら飛び込む方だけど、石野は全く飛び込まないね。あ、石野はね、配信ふわっちやってたんだけど、最近やらなくなっちゃったね。なんかリスナーさんの家っていうか、セックスフレンドの家で寝泊まりしてるよ。石野食えてないでしょ。だから本当に稼げてないよ。だから食わせてもらってるんだと思うよ、多分。いつ食えなくなるか分かんない世界だからね。みんながアイテムくれなくなったら終わりだよ俺ら。食わせて食わせて、アイテムちょうだい、俺を食わせて。ああ、そうだね、用があるなら貴様から連絡してこいよっていうタイプだね。貴様とは言わないけど、あんたから連絡したらいいんじゃないですかっていう。なんで僕からあなたに連絡が必要だと思ったんですか？わかりますか？あなたが用事があるなら、あなたが僕に DM をよこせばいい話でしょう。わかります？そういう言い方するよね。似てるだろ。クソ似てるだろ。僕、バカ嫌いなんですよ。バカと会話するの嫌いなんですよ。あんなに面白いキャラクターいないけどね。3日ぐらい、あー携帯眺めてるだけ、うん、5000ポイント以上のアイテム。あ、まあ昔に戻ったんだろうねそうそう、2人が5であのくだり面白いよね。ああいうなんかね、面白い発想をするんだよね。2人が5のやつと会話できないっすよとかねあいつのなんかこう言葉のチョイスっていうか好きなんだけどね、世の中の見方っていうか。まあ才能だわな。野心がないっていうか、いや野心はあるよ。月収200兆円になる男だから。月、いや違う、200兆ドルだ月の稼ぎ200兆ドルになるっていう野望がある。ただ苦労を一切したくない、苦しみたくない。そんなんで金稼げるわけねえもんな。てか苦しまない人間なんて俺はいないと思ってるから、だからそこが根本的な間違いだと思うんだよね。あいつは苦しまなくてなんとかなると思ってるからね。もうその発想がすげえ苦しむもんね僕に切り入れられる努力をしてください。帝王だからね、ついたあだ名が帝王だから。まあでもまあ持ってるからな、あいつはなんだかんだ持ってるからな。なんかブレイクしたら嬉しいけどな。だから石野が笑顔最高に可愛いから好きなんだよね。
野心はあるのかな、どうなんだろう。ありがとう、花火ありがとう、ケイさん、カイホさん面白かったからありがとう、助かります、ありがとうございます。今が良ければそれ、俺も今が良ければそれでいいタイプだよ。ただ石野の場合は今が良ければがっていうよりも、そのなんて言うんだろうな、なんて言うんだろう、向こうから勝手にやってくるっていうタイプだからな。なんだろうな、わかんねえな。でも、うん、なんか俺は石野がいつか化けそうな気がするから、と言っても出会ってから3年経ったんだけど、3年間一向に化けないっつうかね、チャンスは何度も手に入れてるんだけど、なんなんだろう。いや多分ね、配信が嫌いなんだよあいつ、配信が嫌いなんだよね。だからそこがもったいないよね。配信しかやることがないだけなんだよね。ただ石野の場合配信好きではないから、あいつが配信好きになったらもう化け物みたいに面白くなると思うけど、他力本願、超がつくほどの他力本願だよ。すごいよ石野は。ああ不安か。まあじゃあ仮にアドバイスになるかどうかわかんないけど、俺さ段ボールとかさで寝てたんだ。で漫画喫茶で半年間ぐらい生活してたんだ。仕事がなくてお金もなくて職もなくて、なんとかなるよ自信を持って言えるんだけど、あの俺がなんとかなったんだよ。いやアドバイスかどうか分かんないけど、自分の物差しでしか語れないけど、なんとかなるよ生きてさえいれば本当に。で仕事がないとかってそんなに、なんつうの、あるからいや勇気が出るでしょ。俺だってホームレス3回やってるし、ネットカフェ難民やってるし、でも俺今生きてるし楽しいよ。で、ね、大丈夫だよ。で不安って当たらないから、不安と希望は当たったためしかないわかる不安と希望は当たらないよ。だから今やるべきことをやればいいんだよ。病気治す、怪我治すとかさ、飯うまいとか、彼女といて楽しいとか、まあ俺だったら配信最高とか、まあ、カラオケで紅歌うとか、なんかみんなにもそういうのあると思うの。明日はデートだとかさ、明日は映画、気になってるスターウォーズが放映するとかさ、まあもう極端に楽しんでいけば勝ちでしょ。どうせ死ぬから。多分俺の予想なんだけど、多分100年後この枠にいる全員死んでると思うんだよね。超レアケースで18歳とか15歳のリスナーがいて生き残る可能性はあるかもしれないけど、それこそパーツパーミリオンとかそういう確率だと思うんだよ。うん。どうせ死ぬんだったら楽しんだもん勝ちだね。
不安がよぎる時って大体当たる？あ、そう、うん、俺は当たったためしかないんだよね、不安が。不安っていうか、ただその直感的なものはあると思うの。あ、ここ雰囲気が良くないとか、あ、この人柄悪いから絡まない方がいいとか、そういうのは分かんの、本能だから。感覚って分かる。それ不安じゃないじゃん、危険察知能力的な感じじゃん。分かる、第六感的なのはあると思うんだけど、そうじゃなくて未来が怖い的なさ、将来が不安とか、そう、未来に関する不安とか当たらないと思ってんだよね。分かる、言ってる意味。そう、そういう感はあるよ。その今日なんかあるかもみたいな、虫の感みたいなのは。だけどその怯えて生きても何にもないと思うよ。いや、俺がどうにかなったんだから、みんなどうにでもなると思うよ。うん、俺はね、それをね、たくさんこうみんなに伝えていきたいんだよね。俺がどうにかなったんならみんなもできるっしょっていう。いや、だから医者は復帰も難しいかもって言われたらね、もうそれ受け入れるしかないよ、うん、怪我しちゃって復帰ができないって言われたんなら。でもあの、何かができないってことは、あなたにまた新しい何かができる可能性が生まれたっていうかさ、その不安になっても明日良くならないじゃん。わかる？あの、怯えて暮らしても何も意味がなくて、そうじゃなくて次のことが来たって思うのは捉え方だから。要は事実は変えられないのよ。わかる？医者から復帰は難しいかもって言われてさ、不安になって不眠症になって鬱になって自殺してって全然面白くないでしょ、ニョニョさんにとって。そうじゃなくて、そのなんだろう、それをやめなきゃいけないことがあった時、次の可能性が広がったって考えるしかないよね。だと思うけどな。その方がなんかハッピーに生きれる気がするね。私の友人がバリバリ働いてた女性なんだけど、半年前に死ぬのを待つしかない病気にかかっちゃって、姉ちゃんかける言葉見つからなくて、一度もそれからまだ会えてない。あ、そりゃダメだね。友達なら会ってあげないといけないんじゃないかな、わかんないけど。かける言葉なんかいらなくて、姉ちゃん、あのね、よく相談されるのよ、どういう風な時にどう声かけたらいいですかって。あの、優しさって言葉だけじゃなくて、そばにいる優しさとか、あの、手つないぐだけとか、一緒にご飯食べてのほほんとする優しさとか、いろんな優しさがあるから、もし姉ちゃんが仮にその会ってないことを後ろめたさに、その友人が亡くなってしまったらだよ、姉ちゃんは多分一生負い目に感じるんじゃないの。そうじゃなくて、別に友達だったら普通に飯食えばいいんじゃないので、友達が号泣して死にたくないって言ったら、それを聞いてあげるのもそうだし、いいんじゃない。もう普通に会いに行くって大事だと思うけどね。わかんないけど、姉ちゃんがそれが心にしこりが残らないんだったら、あ、じゃあまあまあいいんじゃない。姿形を見られたくないって言われたんなら、まあまあ、その死ぬ準備に入ってるんだろうから、本人のためにも、ただ姉ちゃんが会いたかったら私は会いたいって言えばいいと思うし、あ、もう話せないんだ、そっかそっか。まあどうなんだろうね、選択するのは姉ちゃんだからね。マイナスに考えちゃう。あのね、マイナスに考えるのって危機回避能力って言って、不
不安に考えるのって実は人間が進化してきた最大の理由なんですよ。どういうことかっていうと、犬より弱いんだよ。野犬より弱いの、人間って。イノシシよりも弱い、クマによりも弱い。猿だったわけだから、すっごい弱い生命体の。唯一ね、人間ってね、猿の頃から進化した能力って1個しかないって言われて、投擲能力、要は物を投げる能力だけ進化してるの。あと頭脳ね。で、この頭脳の発展に一番深く関わってるって言われてるのが不安なのね。要は弱いから逃げることとか、徒党を組むとか、言語を話すとか、そういう進化の仕方をしてるの。これ全部不安から来るの。だけど冷静に考えて、不安の根源って死なんだよ。だから繋がってて、死じゃないよってニューノさん言うかもしれないけど、仕事がなくなる、そしたらお金が稼げなくなる、仕事がなくなる、で、生活ができなくなる、死ぬっていう怖さに繋がってんの。だいたい不安って死に繋がってんの。そう。でも、まあいつも言ってるんだけど、現代社会で死ぬことなんかないよ。突発的な事故とかウイルスとか病気以外は。で、死ぬときは あっさり死ぬから、人間って。だから死は神様に委ねればいいじゃん。明日俺今この瞬間にぽっくり行くかもしんないよ。だからなんだろう、やりたいことやるべきだよ。やりたくないことはやらない。でもやりたいことができないの辛いけど、もうそれでもやりたいんだったらこじ開けるしかないよね。その病気治すっていうか、怪我治すっていう、もうそれはもう本当に尋常じゃない訓練が必要かもしれないけど、好きからは逃れらんなくて、どうしてもその仕事やりたくて、どうしても怪我治すんだったら、もうそこにかけるしかないよね。いや、姉ちゃんなりの優しさなんでしょ。姿形見られたくないって言って、それで行かないっていうのも姉ちゃんなりの優しさなんだよ。だから優しさにはいろんな形があるから。姉ちゃんと姉ちゃんの友達にしかわからない世界があるんだ。俺らが首突っ込む世界じゃない。まあ体感だからな。不安なもんは不安だからな。でも俺はそういうのもあったんだけど、トレーニングしたね。もう理論でリズムで突き詰めて、もう考えても意味ねえやって。もう辛いこと多すぎたから、本当に考えてたらキリないんだよね。辛いことってもう1ミリもいらねえわと思って、辛いことは。辛いこと多すぎない？生きてく上で。だからもう辛いこといらないわって決めたんだよね。もう若い時辛いことが多すぎたから、もういいやと思って。切りないよ、そんな不幸自慢とかしてたら。どうにかこうにかやってくしかねえかんな。もうだからズーズーしくなるんだよ。ズーズーしく、ズーズーしくなれるやつが勝ちだと思わない？みんなズーズーしくならない？ここにいる人たちねえ、そう思わない？なんかそんな気がしてきた。一言言わせて。花火ちょうだい。これくらいズーズーしくいこう。花火
こんだけズーズーしく生きたら大丈夫だから、お手本を見せる。俺はズーズーしく生きていくよ。人様のお金で生きていく。親がすごい言ってくる。何としてでも仕事復帰しろ。お前が働けって言ってやれじゃん。知らねえよって。まあわかんないよ。ニョニョさん、ありがとう。ケイちゃん、花火ありがとう。ありがとうございます。だって親なんか先に死ぬじゃん。おそらく。で、親が面倒見てくれるわけじゃないから。いや、金はバンバン回しまくった方が幸せになるでしょ。だからね、俺のことを俺にガンガン貢いで頼むぜ。俺が幸せにどんどんなるから、俺のこと幸せにして。ラブリーな和道のことを、キューティーでラブリーな和道の和道に花火投げて、よろしく。そう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 。だからあれだよ、優秀感って言ってさ、神風特攻隊の少年兵の手紙とか見るとそんな感じするもん。あ、この人たち命がけでこの国守ろうとしてんなっていうのがすげえ伝わってくるの。でも十何歳が書いたような手紙だと思えないんだよ。姉ちゃんありがとう、花火にゃんにゃんありがとう。で、多分その守なんか彼らの方が若かったから恋もしたかっただろうし、青春もしたかっただろうし、勉強もしたかっただろうし、スポーツもやりたかっただろうし、ね、普通を多分謳歌したかったんだろうけど、その国を守るためとか俺らを守るためでしょ結局。だから俺らはなんかこう楽しむ責任があると思うけどね。そう、そのなんつうの、ずーっと続いてる先祖に向かって。で、そのなんか親とか学校の先生とかなんだかんだっているけど、なんだろう、その人たちにシナリオ書かせたらダメだと思うよ。ありがとう、ハートありがとう。みんなのことを幸せにして、あ、いや無理、それはね無理。それは無理。そうじゃなくて、俺が幸せになることが私の幸せっていう人じゃないとこの放送は無理。わかる？与える喜び、俺に与えることが人生最大の喜びっていうぐらいのリスナーさんに集まってきてほしいね。俺の笑顔が私の笑顔っていう、和道さんの笑顔が私の生きがいって。みんなの人生責任持つつもり全くないから。いや本当に本当に、いやマジで言ってるよ。みーさんありがとう、花火。だってさ、みんなのこと幸せ、俺は自分の責任で幸せになることはできるけど、なんだろう、俺がさ、例えばみんなのこと幸せにしてやるよっつったら大嘘つきだと思わない？大嘘つきでしょ。わかる？俺はなんかそういうペテンみたいなこと言いたくないのね。それこそ詐欺師じゃん。なんか俺がお前らのこと全員幸せにしてやるって、どこのビジュアル系バンドだよな。絶対嘘だもん。俺そういうかっこ悪い大人になりたくないもんね。俺の幸せのためにみんな頼むよって言い続けたいよ。すげえかっこ悪いな。ずうずうしく生きよう。だって今生き残ってるやつとかってずうずうしいやつのランキング順に生き残ってると思ってるから。厚かましいやつ、ずうずうしいやつらの子孫だからね俺らは。そう思わない？俺はそう思うんだけど、本当に徳が高くて聖人みたいな人って多分滅んでるよ。生きてけねえよこんな世の中で。いやだから楽しい配信お願いしますって言われても困るのよ。
俺が楽しい、俺が楽しむことは余裕でできるので、ね、俺今楽しいんだけど、それを楽しいと思うかどうかは人それぞれだから、俺は別になんかこう楽しんでいってほしいなと思うけど、まあつまらないっていう人を楽しませようっていう気はないよ。俺が楽しむことしか考えてない嫌なやつだな。なんか喋れば喋るほど嫌なやつだよね。でもそれが本心なんだよね。だからなんかお前のことを幸せにしてやるみたいな口説き文句大嫌いで、うん、俺は俺の幸せにしかコミットできないからね。ていうかね、自分のことを幸せにできないやつが他人のことを幸せにできるわけないじゃん、うん、そう思わない？自分のことも守れないやつが他人のことを守れるわけないじゃん、うん、自分の生活が成り立ってなくてさ、他人のことを幸せにできる？無理でしょ。だから俺はなんだろう、自分が幸せになって溢れた分周りに配れたらいいかなって思ってる。そんなもんだよ、うん、別になんか自分の身を削ってまで他人を幸せにしようとかこれっぽっちも思ってないね。いや嘘がなくていいっていうか、まあクズだよねまあクズだよね。楽しますね。じゃあ、いやなかなか自分で言っててクズだなって思う。なかなかなクズ、サイコパスだよね、クズっていうか、まあでも俺は他人の不幸を願ったりとか他人の幸せを奪おうって発想はないところが素敵じゃない？俺はねそこはないの。自分の幸せしか考えてないんだよ正直。自分の都合でしか考えてないけど、他人の幸せを奪ったりとか人を不幸にしようっていうのは一切ない、うん、そう一切ないの。だからもう自分にしか興味がない。そこはね、あのまともだなと思うよ。まあその世の中にはさ、自分が不幸なのに気づいてなくてその他人のこと不幸にしないとそのやってられないやつとかいるわけじゃん。人の幸せ奪おうとか人のことを不幸なやつを見つけて嘲笑うって、そういうのはないよ。だからそれよりよっぽどマシだよね、うん、いい活動かどうかじゃないよ。自分がやりたいことやってるだけだよ。好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやる。まあまあ別にそのかわいそうなやつだなぐらいにしか思わないけどね。だってなんだろう、そのしょうがないんじゃないの。そうでもしないと生きていけないやつっていうのがいるんでしょ。俺は関わるつもりないし、うん、だからまあ関わらない人たちだからしょうがないやな。それはそういう人がいるっていうのは不幸なことかもしんないけど、まあ俺と関係ねえしな。俺は優しいやつとか思いやりのあるやつとかが大好きだから、そいつらと一緒にまあ残り短い人生を謳歌してやってこうかなと思って。笑ってるやつが最強だよ。他人と比べる必要すらないからな。自分にしかできないことやろうぜ。自分にしかできないことがなかったらそれは仕事じゃないからね。労働だからね。労働。俺はもう労働をやめたんだよね。仕事しか興味がない。自分のやりたいことやるよ。それが俺の仕事。
だってねコンビニのバイトとかさ俺が辞めてもセブンイレブン潰れてないじゃん。ガソリンスタンドで働いても出光潰れてないさ。成田空港の貨物辞めたけどさ俺辞めて貨物止まってないでしょ。配達員やっても多分配達会社潰れないし、なんだろう、だから俺じゃなくていい仕事は俺やんなくていいんだって気づいて、ね、じゃあ他の人に任せよう。だから実際辞めても回ってるからね、十何年間。すげえよな世の中って。でもほら和道の放送はさ和道じゃないとダメじゃん。この放送ってさ他の人がやっても絶対ダメなんだよ。俺にしかできないんだよこの放送って。すごくない？だからこれは手放したくないよな。才能とかじゃなくてやりたいことやればいいんじゃん。だってあれだよ、才能じゃないよこれ。むしろ才能なんかないよ俺。唯一無二っつうか自分にしかできないことじゃん。才能あるやつなんかいないでしょ。ただ続けてるだけじゃないの。知らない、俺評論家じゃないもん。未来なんかないんじゃないの。だって JJ さんさ今この瞬間にみんなが花火上げなくなったらアイテム上げなくなったら俺ただ餓死するだけだから。わかる。まあ俺配信全体はまだ未来あると思ってるんだけど、こういうインターネット生放送はまだ伸びると思ってるんだけど、そこ俺が生き残れるかどうかはまた別問題じゃん。まあ食えなくなったら食えなくなったで、まあつまらないコンテンツってことで淘汰されるだけじゃないですか。それでいいんじゃん、面白いコンテンツが増えるわけだから。やりたいことあるけど飛び込む勇気がないんだわ。あーじゃあそういう時はね、人類がさっき言った不安っていうネガティブな感情を持ってるでしょ。これを打破する可能性を実は人類って一つだけ持ってるの。俺は発見したの、それをねプレゼントしよう。好奇心だよ。不安に打ち勝つ時の勇気の根源は好奇心なの、好奇心が勝つか不安が勝つかだけだよ。でもし勇気がないとか行動を起こさなかったらそれまでだよ、何も始まらないだけだから。俺はそっちの方が怖かったね。なりたい自分になれない、最高の自分になれない、自分らしく生きられない方が怖かった、俺はゼロに近い可能性かもしんないけどやりたいことやる方怖かったけど選んだね。でもなるようになったよね。新宿ですね、はい。いやだから選ぶのは自分だから、誰かに言われて勇気が出るってもんじゃないから。みんな戦ってるでしょ、漫画家だろうが格闘家だろうが絵描きだろうがミュージシャンだろうが、どんな世界でもみんな勇気出して戦ってると思うよ、その結果残してる人は。何もやんなかったら何もやんないだけだからね、だからそのまま死ぬ方が怖えよ俺。俺は当時怖かったね、勇気とかじゃなくて。だって中卒でさ
10代の頃良かったよ。17歳16歳の時、若い若いって可愛がられて、頑張れ頑張れって。だけどさ、俺分かってたもん。ああ60まで多分一生アルバイトだろうなって。で、多分もう無理だなって気づいたの。60までアルバイト続ける根性ないし、雇ってくれる会社なんかなくなるし、俺からするとそっちの方がリスクだったから、なんだろう、自分で食っていけるぐらいの何かを磨かないとっていう恐怖心は16歳ぐらいの時に持ってたかな。俺自分で選んだ生き方、これなんかやんないと終わるぞっていうか、そんな感じはした。だからまあまあ、あの時勇気を出してよかったなとは思うけどな。あの時勇気を出して、行動が全てだよな。行動が、あー、でもさ、ほら、実際に危険なことよりも恐怖の数の方が世の中って多いと思う。実際に危ないとか危険っていうものはあるじゃん。それが100あったとしたら、恐怖って100万個ぐらいあると思う。で、恐怖ってただの思い込みのケースが多い。本当の危険って少ないと思うよ。少なくとも日本に住んでて。危険なものは避けないといけないけど、でも大体幻想だと思うんだよな。どうなんだろうか。一旦閉めます。次枠行きます。お疲れ様です。